6月18日土曜日はお天気どのようになっていきそうでしょうか。はい、梅雨前線が西日本から北上傾向となりまして、西日本東日本の太平洋側で雨の降るところが増えていきそうなんですね。はい、まず天気図をご覧いただきましょう。その梅雨前線、明日朝の段階で、九州南部付近まで北上します。でさらに明日夜になりますと東日本の南の海上まで、その前線が伸びる形でして、まあ、前線に近い太平洋側で雨の降るエリアが拡大をするものとみられます。天気の移り変わり見ていきますと、まあ、九州南部はもう朝から雨でして、強い雨や雷の恐れがあります。さらに日中帯は四国や紀伊半島に雨の範囲拡大をする予想ですね。まあ、これ以外にも中国地方や近畿の北部、中部でも所々のにわか雨はありそうです。さらに東日本太平洋側、こちらは静岡県を中心とした東海地方で、特に午後になって雨の降るところが増えるというふうに見ております。はい、まあ、関東は今のところ南部で、まあ、夜になって、沿岸部ほど雨が降りやすいというふうに見ているんですけれども、まあ、予測モデルごとの比較を見るとですね、これ明日の21時なんですけれども、はい、左側の図、これでいくとですね、まあ、この辺りまでですね、はい、先ほどお話しした図に、まあ、かなり近いんですけれども、右側の図、海外の気象モデルではもっと範囲が狭かったり、一方でですね、こちらの図が明日の21時の、これもね、海外の予測モデルなんですけれども、はい、関東広域で雨を想定するなど範囲がね、非常にばらつきが大きいんですよね。まあ、このため特に関東については雨雲の最新の動向予測について、チェックを続けていただきたいと思います。傘が必要なエリアもあるということですので濡れないようにしていただきたいですね。はい、最新の天気はウェザーニュースのアプリから確認できます。ご活用ください。